はいどうも皆さんこんにちは、僕です。ということで今回は貞子ちゃんを使ってフラクチャードカウシェットで遊んでいきたいと思います。ということで今回なんですけども、シンギュラリティの新固有パーク遺伝的限界を使ってハイズリ貞子回をねやっていきたいと思います。まあ、新ハイズリ貞子やねやっていきます。まあ、新固有パークの遺伝的限界とは何ぞやっていう方のために一応ざっくり説明しておくと、サバイバーが治療アクションを終えると、そのね治療アクションを終えたサバイバーが32秒間疲労に苦しみますよと。まあ、つまり、お、出てきた。つまりですね、貞子の這いずりと、アドオンの輪の絵で、負傷を行うと、呪いがね、1ゲージ溜まりますよ、という、この貞子の輪の絵と、遺伝的限界のシナジーが、めちゃめちゃええということで、まあ、新しいね、貞子の呪殺構成、這いずり構成やね、をプレイしていきたいと思います。さあ、ダウン取って、まずはサージが発動しましたよ、と。まあ、遅延系パークはね、サージしかないんですけども、まあ、ズサに行くとお楽しみで、まあ、キルペースをガンガン上げていければな、と思います。さあ、これもダウン取れるね。素晴らしい。さあ、基本的に呪殺を狙っていきたいんで、どんどんテレビにワープして、呪いメーターを貯めていきたいと思います。これは溜まったかな ?1 ゲージ。オッケー、完璧。そして遺伝的限界、何が強いかと言いますと、まあ、32秒間疲労に苦しむんで、今話題の流行りパーク状況適応能力、それがね潰せるんですよね。まあ、状況適応能力はですね、負傷時に 3% 足が速くなるパークなんですけども、疲労中はね、その効果を発揮しないということで、まあ、完全にね状況適応能力をメタれる構成となっております。いいね、いい感じ。さあ、どんどん飛んでいこう。どんどん飛んでいって、まあ、呪いメーター貯めながらやな。向こう行ったね。まあ、どんどん飛ぶためにですね、今回はウルアド玉虫色のビデオテープ持ってきました。まあ、これがないとね全然飛べないんで、貞子ちゃん、まあ、これはちょっと必須かなと思います。オッケー。で、オブセッション気にしてなかったけど、今回オブセッションは、まあ、ガブリエルなんで、まあ、ガブリエルから、まあ、ガブリエル以外から狙っていきたいところやね。正直な話。まあ、でも一人をダウンするの固執するんじゃなくて、普通にね、テレビに飛びながらプレイしていきたいね。オッケー。フラクチャードはまあ、強板がいっぱいあるんで、早めに割っておいて、まあ、2、3枚割ったら、タゲチェーンするっていうのをね、心がけていれば、まあ、どうにかなるんじゃないかなと思います。もう、小屋板も入ってくれたし、その愛人も入ってくれたか。あとは強板ここやな。ここと、ま、ジャングルぐらいか。オッケー、これ、相打ち取れたのはでかいね。さあ、どんどん溜まってきてるんじゃない?状況適応能力もメタれるし、なおかつ疲労系パークも吐けない。まあ、デッドハードに関してはですね、まあ、弱体化入ったんで、まあ、釣らないと吐けないんですけど、他のね、スプバ、しなやか、スマチャクあたりですかね、よく使われるのは。そこら辺がメタれるのは、かなり厄介かなと思います。あ、まだ小板吐かれてなかった、そういや。これで吐いてもらおうか、小板。おお、相打ち!でかいな、これ。いいね。一緒にもらえるのはでかいからね、めちゃめちゃ。ダウンと、板は。さあ、いる。まあ、ガブリエルやけど、一発殴っておいて、ハイズリー。さあ、結構しんどいんじゃない?サバイバーはもう。まあ、何回も言うんですけど、まあ、ハイズリー構成は絶対ね、感知まで入れないと、いけんので、負傷でガン回しは NG です。ハイズリ構成に関しては、しっかりね、感知を入れればどうにかなるんで、もしね、サバイバーやってる時に、小バラマキのハイズリ構成キラーが来たら、まあね、感知までしっかりヒール入れましょう。まあ、野良で連携が取れないとね、結構しんどい部分もあるやろうけど、
まあ、負傷のサバイバーがいたらね、自分は感知させてあげてください。オッケー、もうガンガン突っ込もう。さあ、愛人もないぞ。さあ、愛人ないの気づいてそっち側に行くけど、間に合わないね。オッケー。さあ、小屋飛ぼうか。いや、この徒歩が一番きつい状況適応能力がメタレルっていうのがやっぱりええとこやんね。今ちょうどおったな。まあ、いっか。さあ、このまま、それはダウンタイかな？起こし行きそう、小屋の子は。うん、起こした。まあ、オブセッション以外なんで、どっちでもええな。小屋は3回飛ばないか。奥の脅威ただけちょっと吐かしときたい感はあるね。オッケー。さあ、お楽しみが7トークン溜まってきたね。オッケー。呪いゲージ溜めて、かなり溜まったんじゃない？さあ、あのドアちゃんから狙っていきましょうか。もうそこの脅威た吐くしかなさそうやね。たま、受殺も溜まりやすいよね。ダウンも必然的にいっぱい取れるから。さあ、これはもらったかな？もらったね。オッケー。メメント注意でございます。怖いなぁ。この貞子、登場したと同時に出たスキン、普通に怖いわ。ズームされたら目が。普通のスキンでも怖いけどね。どうも。さあ、サージが入っていく。つけれてるのは1台かな。まあ、負傷でガン回しするこのね、環境なんで、もうほんまにね、ハイズリが刺さる。ハイズリ構成下位なんでね。飛ばない。強いな。まあ、小屋はどうしてもやっぱ伸ばされちゃうんでね。ちょっとは。さあ、これはダウン取れるかな？地味にここの雪だるま嫌やな。利的雪だるま来たわ。さあ、奥行く。まあ、いた、倒れてるまんまなんで、まあ、サバ的にはしんどいでしょう。オッケー。壊しておこうか。超いたなんでね。さあ、一応飛んでみて、いますか？まあ、固有ぐらいが一番硬いかな。回してるとするであれば。うん。あ、回してないわ。ジャングル？お、一回ヒール入れてるかな、これ。どうやろ。まあ、負傷が治ってないんでね、もうヒールがほとんどなさそうやな。この感じやと。これちょっと回してるだけやんね。お、起こした。ってことは多分全部のジェネやってないな。さあ、どっちまで行った？おー、裏でいるね。さあ、ダウンもらってくれ。で、向こうがちょっと待ってたんで、飛びに行こう。ワンチャンいるね。おー、おるね。さあ、お楽しみ6トークンのまま、ラスト1人。いや、かなりしんどいぞ、これ。受殺構成かなり強いね。今。徹底されないとね、ヒールとかを。さあ、ラスト1人、見つけていく。まあ、新ハイズリ貞子、めちゃめちゃ強いね。オッケー。メメントしていきましょう。目の前にネアちゃんおったけど。ネアじゃない、フェミンか。これ先回りしようか。ちょっと飛びすぎたか。真ん中のテレビに飛ぶべきやったか。オッケー。でも、小屋に飛べますよ、と。外側へね。さあ、このまま簡易メメントを狙っていこうか。おお、どっちもメメント。固有の方かな、それ。まあ、メメントするか。もう失血死でやられちゃうし。オッケー。いや、強いなー。なかなか嫌やろ、これは。しかも8近い。
小屋にテレビあって、こっち側に、ゲートがあるのは最高。おー、おったね。どうも？オッケー。じゃあラストは釣っていきましょうか。いや、遺伝的限界の多分、ハイズリ・サダコは、まあ、キラー視点あんまりわかりづらいけど、これサバ視点かなりやばいと思うよな。え、絶対やばいと思う、これ。ちょっとね、サバ視点も見ていきたいね、これね。できれば見たい。まあ、シンギュラーアートを使ってないパークは機械学習かな。まあ、そちらの方もね、使った動画、作れればええかなと思っております。ということで、今回は遺伝的限界、呪殺構成サダコ、使ってみました。ぜひね、この動画が、まあ、この遺伝的限界使ってみたいって方はね、高評価とチャンネル登録の方、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。以上、僕でした。バイバーイ。いや、状況適応能力2人おったね。刺さったね、これは。